LST-12 は第二次世界大戦中にアメリカ海軍及びイギリス海軍が運用した LST-19 戦車用陸艦である。LST-12 は1942年8月16日にアメリカペンシルバニア州ピッツバーグのドラボコーポレーションが寄港し12月7日に浸水した。しかしアメリカ海軍へは収益せず。 1943年3月26日に HMLST-12 としてイギリス海軍へ襲撃した。1943年5月14日にニューヨークから護層戦団アグス8へと共に地中海へ向け出発した。LST-12 は第二次世界大戦においてヨーロッパ戦線に従事した。参加した戦いにはハスキー作戦や アバランチ作戦があり、1944年8月から9月にかけて行われた南部フランス侵攻へも参加している。LST-12 はイギリス海軍の中で唯一この侵攻に参加した LST-19 戦車用陸艦である。1943年11月13日に嫌いに接触している。 1944年9月から1945年1月まで、イタリア、ユーゴスラビアギリシャ間での作戦行動に使用された。1945年8月から10月まで、アントワープで修理を受け、1946年1月5日に、運用停止、6月5日に、アメリカ海軍へ返還された。1947年3月20日に、アメリカ海軍を除籍され、 9月11日にスクラップのため売却された。ありがとうございます。